スロットリバプールの来季スタメンがこちら。スロットが4231も積極的に使うのであれば、どちらにせよ若めの DMF は欲しいところですね。マクアリスターはニボラの一角でも良い派ですが、遠藤の年齢も考えると一人取れるのが理想かなと思います。遠藤は年齢が高いから過密日程を一人でやり抜くのは難しい。ちょうどいい24歳くらいの DMF は必要だと思う。まあ、もともと遠藤はダブルボランチの選手だし、アンカーじゃなくて楽になるんじゃないの。ボランチのプレイスタイル考えると遠藤は来季のスタメンも確保できると思う。ただ、問題はそこだけでなく、FW の決定力不足がある。スロットはビルドアップを丁寧にやるらしいけど、そうなったら遠藤はどうなるんだろう。遠藤攻撃力低すぎて、スロット政権だったらスタメンきつそう。大工が信用してる限り遠藤も1年間ずっと干されるなんてのはなさそうだけどね。スロットにも DF ラインの作り方どうしてるか話はするだろうし。4231ならリーグで15点以上取れる FW が欲しい。できるなら得点王争いができるレベルの FW。オランダでは選手のクオリティ勝負に勝ったが、プレミアではどうなるかはわからん。オランダ人覚醒あるかな。